こん今日はえっ、ー、と新しく春になって新しく自転車デビューをされた方にもいいしえっ、ー、と今まで自転車に乗られていた方にもいい備えあれば憂いなしな、えー、とオンラインショップに定番で置いているグッズ3選備えあれば憂いなし3選を紹介しようと思います。はい やっぱり春にななって自転車デビューととかかいいいう方も多いのかなと思いますこう寒いとなかなかあの外に出たりとか動くのが億劫だったりするんですけどあったかくなったら新しいことを始めるのもきっと楽しいかなと思って私も最近あの友人の友人の話を聞いてサウナデビューをしました。ちょっっと体質改善を狙って 数ヶ月後の自分に期待をしようと思います。はい、そんな感じで皆さんきっといろいろと新しいことも始めたりとかで今までの趣味を継続されたりとか楽しい春を過ごされていればいいなと思います。はい、では早速えっ、ー、とそんあれば売れいなしグッズ三選の紹介をしようと思います。えっ、ー、とどれから行こうかなまずは えーと東京バイクに絞っていいきたいと思いますそのあ、えー、とは2つは皆さん使えるオールマイティな感じですはいまずこちらじゃんこれ黄色い箱と青い箱が何かというと,、えー、と自転車のチューブになりますはいでなぜチューブ持っていると便利ですよっていうかというとポップグランピーのお近くにお住まいの方は 持ててなくても基本大丈夫ですここに来てくれればいいので。でもあの結構遠くの方とかからあの買われる方もいらっしゃったりあとあのそうですね、うん、パンクをしてここまで持ってくるのはやっぱり大変という方もたくさんいらっしゃると思います。パンクはいつ乗るか分かりませんでそんな時に、えー、とお近くの自転車さん例えば通勤途中。 通勤で遠くまで行ってて途中でパンクしてでも今日絶対乗って帰りたいっていう時に近くの自転車屋さんに持って行ってでも東京バイクのタ、えー、イヤちょっと小ぶりに作ってあったりします26インチなんですけど、えー、とちょっと小ぶりに作ってあるので「はこのチューブ今すぐちょっと持ってない」って言われることも結構あるみたいです。まあ いずれ時間をかけてよかったら取り寄せて直してもらうってことはできると思うんですけどすぐの対応がしてもらえないことがありますでそうなったらやっぱり困ると思うのでこれえっ、ー、と皆さん自分の自転車に合うものを持っていればえっ、ー、とこれでお願いしますって言ったら多分すぐにコーチンだけでやってもらえると思いますなのでこうベイリーに 生活のお供として使う方は持っているといいかなと思います。はいでチューブ2色2色っいうか箱ですね。箱が2色あります。黄色と青これがモデルによって違うんですけど、黄色い箱の方は東京パイプ26ビズ26ライト。ものの26インチのタイヤ用になります。 でこっちは東京バイクスポーツ QS。あと今はもう、はい、なくなってしまったけど SS もこれです。SSCS とかもこの青い方のスポーツタイヤの方はえっ、ー、と青い方の箱のチューブになります。こちら通勤バッグの中に忍ばせておくと便利かもと思います。はいこれがえっ、ー、と東京バイクで使えるチューブになります。はい。 これは本当に憂いなしです。オンラインショップの方でも一応タイトルの方にも書いタイトルとか説明文の方にも書いてあるので、まあ自分のモデルは何かなっていうのから見つけてみてください。はい。続きまして、こちら。これは、えっ、ー、と、サイクルカバー。自転車のカバーになります。これもそんなやれば憂いなしです。なんだかんだ皆さん、自転車どんなとこで保管されてますか まあ屋根があるというかもう駐輪場の建物の中っていう方はもうバッチリです。でも屋根があるけどっていう方結構こう雨風にさらされちゃったりとか埃かぶったり排気ガスとか結構やっぱり自転車汚れてしまいます。そんな時にサイクルカバーがあるとすごい便利かなと思います。でもちろん屋根がない方屋根がないとこで保管される方は持っておいてほしいなと思います。 でちょっとこれ今出せないんですけどあ反射しちゃう、えー、とこんな感じで自転車すっぽり覆って真ん中のとこにリボンがついてるのであの風が吹いても大丈夫ですってはいそうですねそんな感じのネイビーのまあベー,ベーシックなベーシックなベ、えーシックなえっと サイクルカバーです結構強い素材でできててこれもあると便利だろうなと思います、はい、そしてもう1個こちらこれ結構店頭でもあ持って帰りますって言われる方が多いです東京バイクに限らずこうたまたまふらっと来られたお客さんとかで買って帰られる方が多い A フツベー兼用ポンプです A 米っていうのが えと空気継ぎのこのバルブのとこが A 式とか普通式とかいろいろあるんですけど東京バイクはこのさっきの黄色チューブの方々は皆さん A 式チューブですで青チューブの方は普通式チューブえっ、ー、と普通式バルブというものですまあどっちにせよどちらにせよ東京バイクの方は皆さんこっち見えづらいか青 この先っちょの色です。青で空気がつげます。これが、えっ、ー、となんと便利なことに、ここ青ですね。これをくるくるくるっと。あ、落ちた。開けると、じゃん。あ、すいません。手が、手が滑ってすいません。はい、こんな感じ。 見えますか赤と青になっていてさっきこっちがついてたんですけど、えー、とマウンテンバイクとかのベーシックバルブで空気をつぎたい方はこれをこっち側をつけてい、はい、今赤になりましたこれで空気をついだらベーシックの人もつげるというそして、えー、とこんなふうに。 メモリがついてるので、あのー、空気圧も確認しながら空気を入れることができます。で、あと風船を風船をに空気をつぐやつとか浮き輪に空気をつぐ口もついてくるので一家に一台あると便利なそんな空気継ぎです。これはみんなで家族みんなで使えるかなと思います。でえー、と空気継ぎの使い方は えと今から説明をしますはいそれでは、えー、とスポーツ QS の方に空気をついていこうと思いますえー、とまず黒いキャップを外しますでえー、と先っちょここ一番先っちょの緩めるとこだけ緩めますでそしたらと,、えー、と先っちょをこうツンツンしてあげて 空気の通り穴を作ります。そして、えっ、ー、とここからは、えっ、ー、と他のモデル、えっ、ー、と黄色チューブの人たちも同じです。まっすぐさして、ここ後ろを伸ばす。さして伸ばすです。で、空気をついてあげます。少。お。で、えっ、ー、とここに目盛りがおあるので、目盛りを見ながら。 空気をついでいきます。空気継ぎは2、3週間に1回ぐらいこまめにしてください。この空気をきちんとこう入れてあげることが一番こうパンクリスクを防ぐ大事なことになってきます。で、えっ、ー、と、こんな感じで指定の気圧まで入れたら 今度は曲げて抜くです曲げて抜くでえっ、ー、と最初に緩めたとこを締めてここえっ、ー、と黒いキャップも締めてあげますこんな感じです空気継ぎはい空気の継ぎ方はそんな感じでしたとても簡単に継げるかなと思いますはい、ではこんな感じでえっ、ー、と今日の動画は「そんなにあれば憂いなし!」 自転車持っている方にもこれからデビューする方にも備えておいてほしい便利グッズ3選の紹介でした。はい、では今日の動画はこれで終わります。はい、ありがとうございました。